今日12日気象庁は10月14日から11月13日までの1ヶ月予報を発表しました。関東から西日本は高気圧に覆われて晴れる日が多く、降水量は平年よりも少ない予想となっています。気温は高い海面水温の影響が続きますので、全国的に平年よりも高く、季節の進みは引き続き遅くなりそうです。北日本は寒気が流れ込みにくい状況となりますので、1ヶ月を通して気温は高めの傾向です。西日本、東日本は暖かい空気の流入はそれほどない予想となっています。ただ日本近海の高い海面水温の影響を受けますので、気温は高めとなる可能性が高い見通しです。1ヶ月の平均気温は全国的に平年よりも高い予想となっています。11月に入ると気温が平年を上回る日が増える見込みで、季節の歩みは引き続き遅くなりそうです。続いて1ヶ月の降水量です。西日本から関東にかけては高気圧に覆われやすく、平年に比べると晴れる日が多い予想となっています。降水量は沖縄から西日本、東海、関東で平年よりも少なくなる見込みです。一方で北日本は低気圧や前線が短い周期で通過するため、雨が降りやすく、特に日本海側で降水量が多くなるとみられます。北海道と東北の日本海側は平年並みか平年よりも多い予想です。気温が高い傾向となるため、雪に変わるのは標高の高い山間部が中心で、市街地で本格的な雪となるのはまだ先となりそうです。お天気の情報はアプリウェザーニュースや YouTube チャンネルウェザーニュースから見ることができます。ぜひ登録の上、情報をお役立てください。